いいと思いませんか？このコーナーは私たちがこれとこれを組み合わせたら美味しいのではないかというメニューを考え、パーソナリティの2人が実際に食べてみて、その食べ合わせがいいと思うかないと思うかを判定してもらうコーナーです。ちなみにいいと思いませんかのいいとは英語で EAT と書いて食べるという意味のいいとです。2人ともいいと思いますの判定が出ると私たちが自信を持っておすすめできるイートメニューに認定されます。はい、はい、そして今回司会を務めさせていただきますのは AD のジョニーです。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速今回のメニューを紹介していきましょう。はい、はい、今回のメニューはビリビリ酸っぱ冷やしうどんです。何それ、何それ想像できない。どんなのができるんでしょうね。早速作っていきましょう。はい、まず美味しく茹でたうどんに海苔の佃煮と練り梅、小口切りにしたネギをトッピングします。海苔はちょっとかな、大さじ1杯もないな。どれぐらいだ、ちょっと本当にちょっとだね、一口分くらい。うんうんうん、そんなもんそんなもん。練り梅が、だいたい2センチぐらいかな。これもちょっと地味に多いような気がするんですけど。でネギは結構いっぱい入ってますね。これはお好みの量でいいんですか？そうですね、ネギは好き嫌いもありますので、皆さん入れたり入れなかったりでも微妙に量を調節して入れてください。はい、さあ次につゆを作っていきます。はい、まずつゆの原液を器に、ね、入れていきます。はい、どれぐらい、ちょっとかな。結構でも少なめだね。市販されてるうどんつゆでいいのかな。そうですね、はい、よくあるつゆで大丈夫です。売ってる、うん、はい。で普通はこのつゆの原液を水で薄めるんですよね。はい、そうですよね。しかし今日はなんと炭酸飲料で薄めちゃいます。やめた方がいいと思います。さあどんどん入れていきましょう。この原液は4倍に薄める用なんですが、今回は全体のバランスを取るために約2倍ぐらいに薄めます。はい、はい、さあ炭酸水、炭酸水です。全く甘みはないものです、うん、よくお酒と混ぜて使われますね。だいたい大さじ1杯ぐらい入ったよね、はい、多分。さあ軽く混ぜたら出来上がりです。はい、それでは早速パーソナリティの2人に食べていただきましょう。はい、はい、じゃあいただきます。いただきます。どうぞ。うん、梅の香りがします。皆さんつゆも飲んでくださいね。ビリビリっとくるはずです。どうですか？うどんつゆの味なのにビリビリする、うん、確かに。これうどんは結構固ゆで、しっかりと水で締めたんで、そのせいかもしれませんね。はい、コシがあって、はい、美味しいです。美味しいですか？ありがとうございます。さてそろそろお二人とも判定は決まりましたか？はい、はい、では改めて判定をお願いします。どうぞ。いいと思います。いいと思います。お、どちらもいいと思います。出ました、ありがとうございます。はい、いや、お味どうでしたか？結構ビリッとくるのがまた
刺激となって、うん、結構新しいうどんだなと。新しい感覚で。処理は結構うどんのコシがあるからか、うん、ソースとつゆとあって美味しかったです。おお、ありがとうございます。見事ビリビリ酸っぱ冷やしうどんがイートメニューに認定されました。なんと第1回目から3連続でイートメニューに認定です。すごいですね。ですね、皆さん頑張ってます。さて今回のビリビリ酸っぱ冷やしうどんのレシピはブログにアップしますので、ぜひ薬味を変えてみたりして作ってみてください。以上、いいと思いませんかのコーナーでした。ごちそうさまでした。今回の D ボイス、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。もう？時間が経つのは早いね。そうだね、私も初めてパーソナリティをした時にショーリーと同じことを思ったんだよね、うん、ショーリーも今回初めてのパーソナリティで緊張してたからそう感じたのかもね。そうかも。初めはすっごい緊張してたんだけど、うん、ショコタンの言う通りすぐに楽しくなったよ。でしょ、うん、今回パーソナリティをやってみて、できるだけ大勢の人に今は D ボイスを聞くのが楽しみなんだって言ってもらえたら嬉しいなって思ったんだ。そうだね。じゃあそのためにもこれまで以上に私たちトリプル SCJ が頑張っていかなきゃね。まだまだ未熟な5人ですが精一杯頑張っていきます。はい。さて次回のパーソナリティはサクマンこと佐久間優とジョニーこと畠山純奈がお送りします。どんな話が聞けるか楽しみですね。ぜひ次回も聞いてください。せーの、チャオ。